ベラルーシの切手に描かれたサビツキーのパルチザン、マドンナ、ミハイル・サビツキーとは、ベラルーシの画家である。1941年から第二次世界大戦の東部戦線で従軍したが、ナチスドイツの捕虜となり、終戦まで収容所に拘束されていた。代表作に1967年のパルチザン、マドンナがある。芸術における業績のため、2006年に、 ベラルーシ英雄を授与された。1922年2月18日に、ミハイル・サビツキーは、ベラルーシのビーツェプスク州のズベニャチという村で生まれた。サビツキーが19歳の時にベラルーシは、第二次世界大戦に巻き込まれ、サビツキーは、第345不評師団の一部である、校舎法部隊に従軍する。20歳になったサビツキーは、セバストポリ包囲戦に参加し、 戦闘は250日に及んだ。戦闘の後に捕虜となったサビツキーは、デュッセルドルフに移され、ブーヘンバルト強制収容所、ダッハウ強制収容所に移送される。1945年4月29日、ダッハウに収容されていたサビツキーは、アメリカ軍に解放され、自由の身になる。戦後、軍を除隊したサビツキーは、芸術の研究を継続する。 1951年に、ミンスク芸術大学を卒業した後モスクワのスリコフ芸術学院に移って研究を続け、1957年にスリコフ芸術学院を卒業した。サビツキーは、ミンスクで生活を営み、1989年から1991年まで、絵画、製図、彫刻創作理論工房という州の文化機関の代表を務めていた。 国際スラブアカデミーの会員となり、1997年にフランツィスクスカリナ勲章を授与された。晩年にサビツキーは大病にかかり、2010年11月28日に没した。作品のテーマの多くは、常に彼の心を悩ませていた戦争に焦点を当てている。パルチザンマドンナは、農民の母親を描いた絵画であり、人々はこれを、 ベラルーシで起きた戦いの象徴と捉え、サビツキーに名声をもたらした。パルチザン・マドンナには制作の時期が異なる二つのバージョンがあり、それぞれミンスクのベラルーシ国立美術館とモスクワのトレチャコフ美術館に収蔵されている。1980年に制作されたリービング・イン・ザ・ナイトはサビツキーの後期の作品の一つであり、母と娘が描かれている。娘は、 戦火から家族を守るためにゲリラ部隊に加わろうとし力に満ちた母親は娘と二度と会えないことを知りながらも送り出している。娘の顔は恐怖と悲しみに満ちているがこれは第二次世界大戦でのベラルーシの民衆を表している。娘は怯えているものの力強く自分の年齢や性別に関係なく家族のために戦おうとしている。ありがとうございます。